はい、どうも興味やってまいりました。興味ないとソンスル TV 興味津々ボリューム45。はい、どうも、早速ね、番組始まる前からコメントいただいてありがたいことですけれども、ちょっと近いの、俺が近いの、こう深く座った、あ、僕は深く座ったらいいですね、こんな感じ、顔がでかいそういうこと。はい、はい、さあ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 、もうあっという間に2月、入ってしまいましたね。まあ思い返せば1月何やったかなと振り返った時に、まあまた特にみたいな感じになっちゃうよね。こう、いや、副社長です、兄さん、副社長です、副社長、副社長です。はい、さあ、そうそう、なんかあった1月いや、みんな1月なんかあった、逆に、いや、ないんだよね。いや、あの、手をつけてる仕事はもうどんどん、や、もう増えてくるんだけど、やりきったというか、まあ、進行中の仕事が多くて、もう今考えることいっぱいで、ちょっと頭カチカチになってる状態なんですけど、そう、おまみ、はい、胃腸炎になりました、お気の毒にそう、あの、体調管理だけはね、なんかまあ今のところ崩すことなく頑張れてやってはいるんですけど、はいはい、さあ、そうですね、今あのトイレから戻ってきましたんで、はい、早速今月の2月のアシスタント、このアシスタントは、まあ、うちのグループの役職者に誰かやりますかって、やりたい、出たい人、もしくは出たれ、出たるわみたいな感じの人いますかって言ったら、唯一、名乗りを上げていただけた、はい、ジスターの主任、ミヤミです。どうぞ。はい、どうもありがとうございます。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 誰よりも早くね。そうですね。キノコの山派？もうタケノコの里の方が好きなんですけど、はい、ちょっとええかな。なんかいつ変わりましたよね、なんか。あの、二人の場合はこっちの方だね。ああ。ちょっと何人かおると、あの、まあ、あの、なんかね、そう。安なるんですね。安なる。はい。そう。出たがりじゃないよね、特にね。僕はですね、出たいけど、なんか、ちょっと言われて、初めてちょっと、そこまで言うんやったら、出でもええかなって。あれ、なんか、感じなんですけど、なんか。もう誰も怒らんかったし、みんなそんななんか見せたい感じじゃなかったんで、乾杯、はい、はい。今日もう意気込んで酒持ってきてますから、さあ、あの、久しぶりに誰かお酒送ってください。ね。欲しいですね、だから、ね、いや、僕わかんないですけど、探偵とかカロリーはいらないです、はい、カロリーいらない、あ、カロリーちゃうと酔わへんすよね、ビールの方が酔うんで、うん、しゃあなし出てあげたことで、まあ、強いてはそうなるかな、でも、うん、ビックリマークあんなについてたのに、いや出ますの後にビックリマーク出ますゴロコペペ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 ペ、いや、もう送るなって言ってあります。でも送ってもらいましょう、そのそれはなんかネタ要素として。いやいやいや、いらんいらん、財布忘れた、うん、私見てるから、はい、財布忘れた人もいるみたいですね、うん、たまにはありますけどね。いや、送ってくれればね、あの、ここでどんだけでも酒盛りしますから。この間でも日本酒送るわって言われた時には、うわー、日本酒は嫌ですね、うん、いらんよ、出る側としても絶対嫌やし、いらんね、ここでちびちびおっさんや日本で組み交わしてるのはちょっとね僕おっさんじゃないんですけど、私がね、はい、私がおっさんなので、ね、そうですね、今いくつやっけ僕ね、3月で22なんですよ。ああ、だから複雑なんですよね、なんか、あの、ほんまはだから学年で言ったら、うん、今年みんな23になる年みたいな感じなんですけど、ああ、そうだね、個人的にはまだ21なんですよ。ああ、21やけど、 21ですよ、もう子供ですよ。子供ですね。産んでくれましたよね。生まれててもおかしくないよね。21ですね、僕。21。で、3月で2になって、
やそうですね、来年の3月で3になります。もうめっちゃ若いっす。若いね。もう未来しかないっす。ちょっともう未来しか先しかないっすよ ね、 もう先しかないし、うん、でもなんかもう悟ってるよね。まあ、個人的にはあれとしてもなんかもう開いちゃってる感はありますよね。もう開い、うん、そうやね、なんかいや開いてます、ね、そういや未来の希望に満ち溢れてはないよね。まあ、先がキラキラしてるわけじゃないんですけど、そうなんか、うん、そうですね、なんか諦めとまでは言わないけど、うん、なんかもうこんなもんだろうか、変に落ち着いちゃってる感はありますよ、ね、あるね、もうこんなもんっしょみたいな。そこはまあありますね。若さがないもんね、だってね。なんかね、ちょっとね、逆にその初回の女性とかに、あの、なんていうんですかね、年相応に見られた時、ああ、絶対まだ若いっしょみたいな、うん、結構どっちかって言われるんですけど、めっちゃ上かめっちゃ下かみたいな、じゃなくてもうピンポイントで今20歳か21じゃないのみたいな言われた時はもうめっちゃ嬉しいです、ね、だって去年の今頃20歳やろ。20歳です。20歳です。あ、そう、もう、まあ、成人式は2年前なんですけど、まあ、成人式の時もまだもうお酒飲めないっていう状態やから、ね、そうやね、っていうなりだしたらもういいね、羨ましいっしょ。羨ましい、羨ましい。まあ羨ましいわな。まあだってその年ならまだできることいっぱいあるやん。もう多分ね、何でもあるっすね。まだ自衛隊とかも入れるやん。ね、でもね、一回調べたんですよ。うん、調べたら僕身長的にアウトっすから。あ、自衛隊身長なんかあんの、ね、多分ありますよ。160ちょいぐらいじゃないとあかんみたいな。60ジャストでできるのかな、僕ないんで。ほう。多分ダメっす。いや、容器あるよ。あるけど、そうやな。まあでも23に比べたらないわな。22とか23に比べたら。そんなもん。逆に今からでもしてみたいことってあります？いや、あるよ。そんなんいっぱいある。例えば。例えば、いや、まあ世界一周もそうだよ。バックパッカーとか。違うっすね。え？そう、あの、あれじゃん。仕事として。仕事として？はい。何やろな、不動産もやってみたいし、ほう、政治家もやってみたいし、政治家攻めてますね。ね、警察官にもなってみたいし、警察官、教師にもなってみたいし、まあ、結論公務員になりたいですね。いや、公務員に安定を求めてるとかではない。お堅い仕事したいわけではないです。そう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 、やってみたいやん。この間も話しましたね、これね。この間も宗介が先週か、はい、ゲストの時に女子校の先生になってみたいねとか。たまらんすね。やってみたいよ。女子校の先生いいっすね。あと、いや、活躍できることが前提ね。だから活躍できること前提で、はい、サッカー選手とか。やってみたいよ。サッカーできるんすか？そもそもそこなんですけど。いや、小学生の頃ちょろっとかじってた。クラブで。学校のクラブでやってた。アイドルグループにもやって、アイドルグループにだって入ってみたいやん。それでももうアイドルの年じゃないやんでしょ。年じゃないっていうか、まあ、今スタートは無理やん。トキヤ、初期、時誰やろ、トキオとか、うん、そっち系っすよね。おじさんって言われるもん。そう、V6 の、もう後輩になるわけです、ね。下の奴らでも、トニセンとカミセン、どっちが上だろうって言ったけど。年齢で言ったらもうだから嵐とか、その辺でしょ。嵐で多分同い年ぐらいとか。この感じ嵐だ。嫌やなぁ。思ってもおかしくないねんね。そんなもん。俺がもしか、姉貴の、はい、勝手な応募で、俺がなってたかもしれへんで。そうっすよね。俺が嵐の一員だったかもしれへんで。もうしんどお腹痛いもん。いやいや、こんなこと言ってるともうボロカス言われるからやめとく。いやいやいや、もう中井くんまだ現役。いや、彼らはだからその下積みがあるわけや、その年齢から。いや、そのね、僕小さい頃からやってる、はい、小学校とかね、ジュニアと呼ばれる、そう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 、その辺から。この年齢からスタートはないや。よう、ないですね。もう踊ってるシンさんは想像できないんで、一回踊ってくださいよ。だから、いやいや、言うても俺機械体操部やで。嘘でしょ。いや、ほんまほんま、中学校1年生の夏休みまで。
バック転とかできるんですか？できてた。宙返りもできてた。できてない。いや、でもできそうな気もする。で、それを今年、やってみようかっていうふうにはなってる。海とか行って危なくないところで。いや、もう、この、ガンガン。コンクリ、コンクリ完全なコンクリやねん。もう神回になりますよね、そんなんしだしたらいよいよ。いや、お前、ここ、もう事故や。それこそ事故やで。放送事故とかじゃない。折れたらもう。側転は、ちょっとこれ、側転はめっちゃ綺麗なのできんで、俺。ちょっと、カメラって移動させれます？ちょっと、やろか？いや、マジやで。引くで、自分。いや、もう、足ピーンじゃなかったら怒るっすよ、じゃあ僕。いや、全然いい。ちょっと、怒りますよ。じゃあ、やってくださいね。うん、その感じで、じゃあ、こっち側で、じゃあ。じゃあ、こう行きましょうか。パンツパツパツやでいや、その感じで、じゃあ。よいしょ。ちょっと待ってな。怪我しないよね。寿命度は大事ですからね。では、それでは、はい、1番、しんくん、側転まで、側転まで違うな、側転、行ってもらいましょう。では、どうぞ。え、切れすぎた。着地しか見てなかったいや、できてたよ。もう一回欲しいです。え、もう一回欲しいです。もう一回見てなかったんだ見とけよいきます。はい。あ、裏側裏側、そういうこと。こうやっちゃうと裏側になるから、こっちから行くじゃん。そういうこと。得意な方はあれですね、はい、そうで、いきます。でお願いしますこっちの画面でも見れんねんけど、ちょっとおもろい、ね、はい、この絵おもろいっすね、このスタジオ感。いきまーすほらできてるやん。できてたやん。あれ、めっちゃできてましたよ。めっちゃできましたよ。できてたけど地味。まあもう地味は地味でしたよ。そんなん俺的には。いや、ロンダートだってできんねんだよ俺。なんでロンダートって。ロンダート、こうバクティン行くまでのこう測定みたいな、最終的にこうやって着地するやつ。ああ、なんかトントントンポンみたいな。そうそうそう、しょうがねえな。まあいいんすか、そんなやっていただいても。大体トムだぞお前。斉藤さんだぞお前。けど、はい、ごめんね、ヒロインクで。あ、そっからのこうやっていくやつ。はい、痛い痛い痛い。よしよしよし、ほらね。いや、ツッコミどころないんでちょっとごめんなさいね。まあ、するしますけど、はい、地味ですみませんでした、はい。斉藤さん、点点点ぐらいになってるんで、ちょっと頑張りすぎて、ちょっと鼻血出そう。なんか鼻血出そうなんですけど。ごめんね、なんかいろいろやらしちゃって。いやいや、全然。まあでも、バク転とかはね、で、今後、なんか、やっていけれればなと思います。やっていけれればな。やる機会ないでしょ。いや、なんか、家にいて、なんか急に宙返りとかしたくなったりとかせ。いや、狭すぎて、そんな思ったことないです。いや、狭いとか関係ないよ。いや。ベッドとかの範囲があればいけるわ。いや、怖いですよ。バク転、僕も一回、ウルトラマン見ながら、ちょっと一回やったことあるんですけど、あ、首いきそうになりましたね。次は宮城くん。だけんなよ。いや、すいません。それでお願いします。すいません、何回もカメラ移動してもらって。やろう。僕ね、こう見えて体硬いんですよ。いや、硬そうに見えてました。見えてた。できなさそうだなぁと思ってた。どっちかな。僕今日靴下で、靴下オラフなんですよ。かわいいやん。見えるかなこれ。靴下オラフなんですよ僕。今日前回りでもいいよ。前回りの方がいいかな個人的には。前回りしようかな。じゃあ、よし、じゃあ僕前回りで。側転は綺麗な、
まあ、測定はね、ちょっとできへんかったらちょっと。綺麗な前例いきますね、じゃあ。そうやな。いいですか？行ってみよう。はい。みやびくん、前転まで、どうぞ。おもろいの誰が得意なんやねん、この体育の。小学校1年生で体育の授業。いやね、2023と33捕まえて。この枠外でやったことあります？今まで。今までこっち出たことないよく。よしよしよし。網の式ね。めっちゃ切れちゃいます。失敗してもむちゃむちゃやな。でもめっちゃ切れちゃいます？まあ、綺麗やったね。ね。うん、やっぱね、スポーツなんかしてましたっけ？スポーツはもう全部甘噛み。つまみ食いばっか。がっつりやったやつはないみたいな感じですか？あんまないね。野球とサッカー。と、まあ、体操ぐらいかな。野球は甘がみ。野球も、まあ、小学校の少年野球。少年野球。行って、で、サッカーもクラブ。サッカーもクラブ。うん、中学校 の、 その夏休みまで。はい、中1、入学から夏休みまでの数ヶ月間。やって。やって、以上。で、あと今はゴルフやってるわな。ゴルフはもうあれ、スポーツに入るんですかね。入る入る入る、もう全然スポーツ。なんかもうハーハーするんがスポーツみたいなとこある。あの、はい、まあまあそうやって考えたらやけど、そうスポーツっていうか競技やな、もうあれは。そうですよね。なんかアーチェリーとかそっち系かなみたいな。ああ、まあまあそうやな。自分でなんとかするやつや。そうですよね。そうのイメージが強いんで。僕も結構いろいろやったんですけど、ね、野球。僕ですか？僕ね、野球も一応ちょっとやったんですよ。でもなんか親があんまやらしくて、その時にめっちゃやってたんですよ、いろいろ。そう、やりすぎててあんまりやらせてもらえんかった。でもその時も柔道と水泳と、うん、あとラグビー。ラグビーやってたんですよ。五郎丸じゃないですけど、やってたんですよ。でそっから野球やりたいって言い出したから、もうそれはもうあんたあかん。ラグビーの教室みたいなのがあったん？でもそれもそれこそもう小学校の時なんですけど、もう小学校で4年間ぐらいかなやってたんですけど。中学校のやつは隣でやってたんですけど、怖すぎてやらんかったっす、ね、もうちょっと本気すぎて、もう。はぁ、あ。も結構本気で、脳震盪とか何回かなったりとか。まあ、なるほど。全然もう、地面硬いな、みたいな。足は速い？足めっちゃ速いです。速そうやな。速そうだって感じ。足短いんですけど、もう回転数。回転数が。もうあの、バカボンの警察官みたいな。もう回ってます。回ってる。NG コメントすごいな。何に対する NG コメント？みんなもう超スケベな、なんかエッチな、エッチな、エッチなワードを。ね、この会話の中でエッチなワード。まあなかったっすよ。いや、いいな、そんな。いやいや、もう楽しかった。最近の子なん？最近の子になるの？ラグビーやってると。え、ラグビーと？水泳と？ラグビー、水泳、柔道です。柔道か。でも柔道が一番本気だったんですかね、僕は。もう、だって、なんや、もう小学校、低学年からも中学校行って、高校の時もサークルみたいな大人と、そんなんまでやってたんで。え、じゃあ、まあまあ強い。でもね、商談試験であるじゃないですか。うん、その、初段みたいな、うん、黒帯みたいな、うん、は取らんかったんですよ。ほう。っていうのが、中学校に僕入学した時に、あのね、中学校の部活で柔道部あるじゃないですか、うんうん、僕小学校でその体験入部みたいな、うん、あった時に、うん、行った時にそのなんか、じゃあちょっと試合形式でやってみようかみたいな、うん、先生言ったんですけど、うん、はーいってなってやった時にもう全員倒しちゃったんですよ。で強くてもう学べることは何もないと思って、うんうん、で、もうそっからもう大人と一緒にサークルで、知り合いのところでやってました、ね。あ、中学校の部活ではやってないんだ。はい、中学校でやったらもう商談試験というのを強制的にやらされるんですけど、それをもうやってないんで、そうですね、もう1級で終わってます。あー、なるほど。能力あるけど、もうやらんかった感じですけど、今ちょっと悔しいなと思ってますけど。惜しいわな、それは。はい、でもさ、そんな今の、今というか、はいはい、そっから商談試験は受けられへん。受けようと思って受けれます、全然。行こうとも行けるんですけど、なんかそこまでしてみたいな。あ、まあな。誰にも圧転されへんし。まあ今更帯取ってもしょうがないもんな。そうっすね。お疲れ様でした。ありがとうございます。もう見れなくなるの？いろいろご予定があるんでしょ、きっと。ラグビー習ってるって今、最近の子っぽい。ヒカルもラグビー習ってたっていうか、ヒカルもラグビーやってたの。あん
案外いますよね。うちの店もトキとかもラグビー部やったりとか、うん、もう結構言い方してたりとか。あ、そうなんですけど、はい。クルハ、はい。クルハも？いや、クルハ知らないです。クルハって書いてるんで。あ、そういうこと。G2 は多分、これは多分クラブですね。ラグビー別にちゃう。え？あの、踊る方の。あー、そっち？あ、そうっす。あー、そういうこと。あの、後でちょっと行こう。あ、そうなんや。あ、そうです。今日パーリーピーポーの気分なんで。ちょっとあの、この後 G2 に行くと。はい、だから僕に会いたかった G2 来てくれたらいてると思うんで。はい、ぜひ。いや、クラブ、そう、確かにクラブも行ってみたいなっていうのはあるのね。行ったことないわけではないでしょ。行ったことないわけではないけど、まあ大体さ、美味しい時間帯とか面白い時間帯あるやん。はい。あの時間帯は大体仕事なわけやん。ほう。あ、そうですね。で、そう。でも。で、営業終わったら、営業というか、まあ仕事が全部、はい、片付きましたってなったら、もう終わりかけやん。そんなことないっすよ。朝方とかさ。何時ぐらいですか？まあ4時とか5時。いや、だからもうそれこそもう、ね、女の子ナンパしたい人とかやったら、もうそれこそもう。あ、その時間なの？もうだからもう帰ろうかぐらいの。いい感じのゲスって言って、ペッって。あ、そういうこと？ペッペッって思う。いや、まず、はい、ナンパはできないやん、基本的に。はい。できません。お、あ、できる。できる人。僕もできない人。あ、できない人。できへんやん、はい。で、その時間から行って、乗ってもないのに。え、もう無理ですよ、もう帰ってもない。だから、うん、僕が、クラブはめっちゃ好きなんですけど、なんで行くんかっていう話なんですけど、結構あの、お前うせえみたいな感じなんですけど、ナンパほんまにできんくて、僕はあの、ここだけの話、あの、昔ね、そのキャッチができた時代じゃないですけど、は、外出てたんですけど、声かけたことないです。あの、出てただけ。私も一緒ですね。人見知りですか？完全なる。だから、それができない、ね、要は、キャッチとかナンパとかができない、で、新規の見知らぬ女の子に、接客で何話すねん、はい、話せるわけないやろっていうことで、俺はプレイヤーは上がってる。そもそもっすよ。そう。お前なんでホストになったんっていう話やけど、そう。面白いないですよね。そう。いや、でも、うん、まあ、それが無理だから、つって、うん、はい、やめました。逆にもすごいっすよね。G2 何しに行くんですか？ G2、あのね、クラブに何しに行くんって話なんですけど、あのね、僕クラブミュージックがめっちゃ好きで、ああ、それこそ鉄板とかニッキー・ミナージュとか、ピットブルとか、あんま分からんわ。ジャスティン・ビーバーとかも、ああ洋楽やったりとかもありきたりなんですけど、まあ、好きやったりとかで、だね、あのね、男子の集団でめっちゃ盛り上がってるんですよ。ほう。それは従業員？あ、全然違う。知らん。知らん。ほんまに俺らもう音楽好きやし、みたいな。そこで、なんか、ギャーって叩くんで。あ、もう知らんやつとそんなする場が。の方が楽しい。あ、女の子にナンパってなったら、なんかちょっと、ちょっと待って、今行けるタイミングかなみたいな考えるのじゃなくて、まあ、もう、お酒の勢いでもう、うわー。ほら、もう知らんやつとそんな酒飲みながら、うえーってやってたら、俺も多分無理やわ。だからもう、クッてなっちゃう。いや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 、まあ、男っていいなと思う瞬間っすよね。これはもう多分女の子には分からんと思うんですけど。いや、そっち、じゃあもう、その中でも、人見知りというか、の中でももう分かれるやん。もう俺、女の子も無理やし、男も無理やもん。ってなりだしたらもう家おったらいいんじゃん。もう家おったらいいんじゃん、まず。確かにな。その通り。もう家でちょっと音楽聴いて。いや、すごいな。それでいけるのがすごいな。いや、でもやっぱナンパ上手い人とかって、ちょっと、羨ましい。羨ましいよな。なんか、やっぱり従業員でもやっぱすごい人おるんですよ。今日ちょっと席でも喋ったりしたんですけど、前に何人か、その後輩を連れてって、お前ら新規の女の子と喋るのがヘボいから、お前ら全員声かける練習してこいみたいな。うん。で、もう4人で連れてったんです、僕。うん。連れてって、あの子いける、あの子いける、あの子いけるって、行ってこい行ってこい行ってこいって。ナンパの練習させたんですけど、僕は何もしなかったです。指示出してるだけ。自分が出てるのに。はいはい、クラブなんかナンパ以外ないやろと。まあ、でも大体そんなもんなんだろ。だからもうざっくりそうでしょ。だから。で、その中でも、まあ、でも実際行ってみて、こう、まあ、こういう我々みたいな、ナンパはできないけど、人見知り。人見知りで音楽が好きとか。俺が行った時とかはヒップホップとかレゲエのやつだったから、その音楽聴いてるとか。実際でけへんもん。
こんな、いや、もういい加減分かって、このできないのって感じ。あのね、多分ね、女性には多分分からない。はい、はいってなるんで、結論を話したところで。そんな、こんなん言うんやったら、うん、女の子全員オナニーしてるもん。いや。って言うのと一緒やからな。それはね、してますね。はいはい、ね。してないっていうのを、はいはいってこっちは、はいはい、男は思ってるからな。僕らで完全にしてると思ってるんで。うん、いや、なんですぐ下ネタの子最近ね、その話もしてない、その話もよくするんですけど、オナニーしない人間ってもう人間じゃないんじゃないかなって思い出してたんですよ、最近。そうやね。そう。男はすんの当たり前みたいな。それはオープンやから言ってるよ。そう。でも、女性がオープンじゃないだけで、うん、そうやね。結論言っ、そう。言ったらもう別にみんなやってるよ。うん、やってる。昨日これ、アザスの勧めでも話したけど、あの、女の子のモテる要因の一つとして、まあ、エロ。このなんか、エロさを、こう、いやもう分かっ、まあ、はいはいやわ。もう今のしたことないよっていうのは。はいはい。そう。OK でーす。そう。はい。オナニーしてるよとかって言ってくれた方が、話が盛り上がるし、バカで。まあ、なんかね、スムーズに入りやすいじゃないけど。そう。こう、オープンで、もうお互いこう、ざっくばらんに話ができるみたいな。はい。してないよみたいな、かまととぶられると、ちょっと、ぶっ込みにくいやな。絡みにくいやってるに決まってるじゃん。なんかもう最高や。たまらん。そう。いや、でも、この子は、実際、そういう話になったら、やってないって言うねんな。側の人やから。やってないって言うやろ、自分。言う。はい。そう。一週間してないっていうことは、まあでも、それはしてるわけや。そう、リアリティ。そう。ありますよね。まあでも、そうやわな。うん。もうここでの NG コメントは完全に NG ですもんね。もうあの、今日もやった。やってるじゃんって決まって、言った子、今日もやったって言ってますよ。はい、もうしてないっていう女性は何なの？どうしたい？いや、でも本当にしてないんやったら、かわいそうやなと思うよな。それは。います？いや、でも実際おるわけやん。いや、だから俺はクラブに行ってナンパはしたことないわけやん。はい。実際ね。まあ、信じようが信じなかろうが別にどっちでもいいけど、それと一緒やん。おやったことはないねん。だからその感覚もわからん。でも、あれちゃいます？それは、女性を求める行為であって、まあ、一人で自分を慰めるじゃないけど、うん、もう生理現象に近いですよ。まあ、それに関しては。そうやんな、はい、やったことない。犬でもするんですよ、だって。オナニーって。あ、そうなん。もう、こうやっての発情期なんかもうここにずっと擦ってきますよ、もう。ああ、腰振ったりとかね。でも、ってなってきたらもういよいよもう、してるでしょ。あんな、なんか街歩いてる可愛らしい女の子も。もうしてますよ、キャン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 してますよ。キャンキャンしますよ。こいつ言い方悪い。キャン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 してますよ。はあ、なるほどね、はい。まあでも皆さんしてるということで。してますもう、はい。割り切ったらね、もう、はい、みんなしてるんで、大丈夫です。さあ、それではですね、こんな、感じで、まあある程度時間も経ちましたんで、一旦 CM に入りたいなと思います。それでは、2月アシスタントの市川隼人より、ちょうど、うっせんだよ、バーカ、俺な。野球が出てんだよ。CM! ホストの革命、アザスグループ。ホストの革命、アザスグループ。はい、さあ、それではですね、今月の、ロケ地の方をね、早速みやびに引いて決めてもらおうかなと思います、うん、決めましょう、はい、だからそのね、僕どこがあるんかと知らないんですよ。俺も知らない。え、あ、ちなみにこのロケ地は
ロケ地引いて、そこに行くんだけど、僕をエスコートしてください。え、僕がっすか？はい。エスコート？はい。その場の地域を、君が調べて。だから、あれですよね、ゴブゴブみたいな感じですよね。そう。ゴブゴブみたいな感じじゃないな。なんて言うんだろうな。プレゼンして、その街を。あー、はい。俺の、確実に俺の行ったことのない街しかないから。多分お前もないかもしれないけど。もうないですよね。うん、先月は、ソウスケと千林ってとこ行ってきた。千林、うん、どこですか？そうですか。もう今どこって言われてもわからへんから。はい、そこを、まあ、この地域はこう、ここはこんなんがありますよとかっていうのを。あ、ここあるっすよみたいな。そうそうそう。ああ。あと、ここの、これ美味しいんですよとかって、そこで立ち食いしたりとか。任せてください。はい、得意っすわ、それ。はい。いや、でもちょっとあんま知らんとこ嫌やな。はい、言っても僕奈良なんであんま知らないんですけどね。どこ行ったとこしても。まあまあ、でも俺より関西圏に住んでるのは長いわけやから。あ、それは間違いないですね。はい、では、行き先を見ずに、これも見ずに引いてください。これ関係あるんすか？この画面の。向こうの、画面の向こうの人には見えるから。ほんまに見ずに、バッて見していいんすか？どうぞ。なぁ、迷うなぁ。いた？これ、これ、ここ！ここです。どこですか、これ？どこどこどこ？どこですか？いや、見して。お、重曹、重曹、重曹ね。なんとも言われへんな。重曹か。重曹。うん。重曹って何あるんですか？重曹って何がある？僕のイメージ言っていいですか？うん。エッチなお店多いなぐらいです。飲み屋街じゃないの？え、飲み屋なんですか？なんかラブホテルとかよく聞くんですけど。ほ？重曹に住んでる。重曹のラブホテル。俺、飲み屋街の、飲み屋街じゃないの？何なんすか？だと思う。なかなか濃いところ。なんか高層やけどね。まぁ、あ、ちょっと、生きがいはありそう。僕も行ったことないんで。まぁ、あ、でも、この住所。はい。やん猫ある。シュールすぎてやめてください。やん猫行くか。はい。まぁ、あ、時間があればぐらいで。まぁ、あ、まぁ、あ、まぁ、あ。まぁ、あ、この関西の人だったら、これを住所と読めるけど、もし、で関東の人とか困るっすよね。俺わかんない人、こう関西圏以外の人はこれ重曹とは読まへんからな。重三って重三やん。そう、これを重曹と読むらしい。はい。あ、どっちも正解。うん、まあ、ラブオーケーもあるし飲み屋もあると。まあその辺飲み屋とかやめてや。飲み屋か。この辺のスナックがどうで、やっぱ昼間でしょ。昼間、大体昼間。昼間？ミュージック。よくわかんないですけど、昼間ってなったらもう、それこそ、美味しいご飯屋さんしかなくない。そうやね、うん、まぁ、あ、変わった名前のラーメン屋があるっていうのは、だけは、情報は掴んでる。ちなみにお名前は？なんだったっけな、クソ親父の最後の一振りみたいな。たまらんすね。いろんな意味ですごいですね。いや、でもすごい、すごい美味しいらしい、そこは。最後の一振り。そう。もう、下ネタにしか聞こえないですけど。いや、美味しいらしい。そこは、ラーメン好きですもんね、でも。ラーメンはいいわ。僕はでも、どちらかつけ麺派なんですよね。どっちもいけるな。なんでつけ麺派なの？あのね、なんて言うんですかね、スーンが苦手なんですよ。スーンで、つけ麺もスーンから。いや、スーンですけど、そのまま行きたいんですよ。カプ、カプって。だからラーメンイコールズルズルみたいな。うんうんうん。もう絶対できないです。うどんも吸えないです。吸います？吸う。いやでも俺一回レンゲで小ラーメン作るの。大体。なので、うん、ああなんかありますね。一回もうこう揚げて、揚げて、汁ありき、麺ありき、そうでちょっと麺もありき。そう。いやそんな細かくない。あ、もうない。もうスープもレンゲに入ってないぐらい。ああ。レンゲに取り上げて、そこからこう、すする。もう麺っすやん。そう。で、別でスープの。はい、あ。うどんも大体そうか。へぇー。なんか、使わないっすね、レンゲってある意味。レンゲめっちゃ使うわ。いるかなぐらい。え？僕、レンゲいらんと思って。
うどんのあのなんか、すくうやつとかいらん。いやいや、いるいる、全然、いやだからそうやってやったらいいやん、全然、こうやって。ちゃちゃちゃ。このまま丼で、丼のところから行かれへんわけでしょ。丼のまんま行かれへんってことでしょ。丼のまんま。あー、そう、あー、ダイレクト、丼、うん、ダイレクトは行かれへん。あー、無理無理。つけ麺も一緒じゃねえの。いや、だからね、スープから、こうやって。噛みたいんですよ。噛めるのはお前次第だよ、それ。何を言ってんの。吸って全部行くもいいんですけど、甘噛みで奥まで運んであげたい。あ、こう、って、いか、はできへんってこと。は嫌ってこと。要は、無言やめろ。音出せないってや。全然わからへんわ。ちなみにさ、ラーメンを、こう、じゃあ、ラーメンでもつけ麺でもいいけど、こう、取るやん。取って、口に運びました。そのまま、この口に入れた、この、塊を、全部、口の中に入れる。もしくは、ある程度吸って、切って、丼に戻す。あー、それはね、僕ね、お母さんが言ってたんですけど、汚いからやめなさいって言われて。やんな。だからもうあの、一回持ったやつは、全部いっちゃう。やんな、一発でいきます。もう、あれをさ、まあ、テレビとか見ててもそうやけど、こう、途中で切って、そのまま丼に戻して、わぁ、美味しいとかって言ってるけど、いやいや、それまず汚いから。ね、食、ね、レポで、うん、ロケとかでもテレビでありますけど、あ、無理やわと思って。いや、ほんで、まあ、テレビだったら別の、まあまあ別の好きにやってくれやいいけど、こう、じゃあ、みやびが頼んだラーメン、俺が頼んだラーメン、これシェアしましょうってなって、こう変えたりとかするやん。その時に、いや、戻すなや、それみたいな。あなたの唇が触れた麺がいますよ、ここに。嫌じゃないよ。嫌じゃないっていうか、こう、別にシェアするぐらいの中だから、別に、いいけど、もうマナーとして悪いやん。で、潔癖ではないんですよ、だから、要は。そうそう、この中だったら別にやってくれてもいいし、じゃあこの例えばみやびが飲んでるビールを、じゃあ俺このままこうやって口つけて飲む、別にそれは構わないけど、ラーメン違う。違いますね。ラーメン絶対無理っすね、僕。っていうかもうこの番組ラーメンに対する苦情が多すぎますね、これね。俺ずっとラーメン飲む。そんな苦情来てるんですか。いや、クレームをずっと俺がラーメン屋に対して言って、ね、ご飯系がまずいとか。もうそれでなんか直した人もいるかもしれないです、ラーメン屋で。いや、まあ確かにな、直してほしい、直していただきたい。まあそんなもんなんで、ということで、ジューソンに。行きますんで。はい、行きたいと思います。出身が奈良。僕奈良ですね。あ、もう全然お家が、奈良市ではないですけど、奈良県。奈良県。もうずっと生まれも育ちも。こっち出てきてどれぐらい？ね、もうそれはもうホストを始めた同時に。奈良です。奈良じゃ大阪です。何年前？ 2 年ぐらい。3、あ、もう3年ぐらい。僕も3年2ヶ月経ってます、ホストを始めて。もう3年 ?3 年いますよ、もう。それで20、まだ2、もう23。21です。そういうことね。そういうことな。あ、そういうこと。だから18になるまでに、違う、間違えた。19になる前に、初めてです、ホスト。あ、18の代で、はい、19の代だけど、18歳で入ってきた。あ、そうそうそう。だからその年入ってるんで、まあ、今こんな感じになってる。ピンクの背景のパネル撮ってた時は、ね。そう、もうあかんってさ、あれ。あのデータとか残ってるんですか。まだあると思うよ。いやいや。みんな知らんでしょ、僕の人生で初めて撮った自分のパネルの。いや、多分スターガイズさんとか昔の写真見たらあるんじゃん。潜在のパネルの。今探してると思う。やめろ、やめろ、やめろ。もう。え、探して出てくるんですかね。いや、あるんちゃう。怖いんですけど。そう、あるんだったら俺、後ほど送ってもらうわ、それ。いやいやいや、もうこれ画面にバン出してくれてもいいですけど、僕はもう。いや、いいや。今が良ければそれでいいんで、もう。で、そっからずっと、うん、寮で、そっからね、まず、一旦ね、寮に入って。あ、最初寮に。寮におって、まぁ、あ、ちょっと、通いやったんで、しんどいなと思って。あ、奈良から？あ、そうそうそう。ああ、そう。通いで寮に寝て、で、始発で帰るみたいな生活ずっと続いてたんで、うんうん、しんどいなってことで、もう、こっち一本で、いやもう、大阪に住むって感じで。うんうん、で、寮やったんですけど、寮がね、また、汚くて怒られて。いや、もうね、寮の汚い問題はもう、ね、
もう男と女の友情は成立するのかと同じぐらい永遠のテーマやから。あ、そうなんですよ。嫌でも仕方なかったんで、でも一人暮らしするってなって。ああ、まあ、しました。それが一番手っ取り早い。はい、しました。もう一人暮らし。家は綺麗。家ね、猫の部屋だけ綺麗です。猫？猫の部屋だけ綺麗。僕自分の部屋はね、綺麗とは言えないですね。汚いんですけど。猫の部屋と僕の部屋が違うんですよ。猫の部屋って何？1DK なんですよ、僕、家がそもそもの話。はい、あ、家入って、トイレ、風呂あって、で、ドアガチャって開けたら、まあ、ダイニングキッチンあります。はい、で、もう一枚ガラガラって開けたら、で、僕の部屋があるんですよ。もう一部屋あって、で、その真ん中のダイニングキッチンがもう猫の部屋なんですよ。広々とは猫のためだけの部屋なんですよ。え？はい。そうです。手前の部屋は綺麗で、奥の部屋は汚いやん。あ、そうそう。部屋は自分の部屋。あ、そう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 。汚いにもほどが、あれ、あれやん。その、程度がある。まあね、なんすかね、ゴミがめっちゃあるわけじゃないですけど、物に溢れてますね。散らかってるってこと？整理のしようがないですね。そんなものある？なんかね、それこそなんですけど、誰か呼ぶんやったらええわってなるんですけど、呼ばんすぎて、従業員呼ぶにしても別になんかええかな。来たらこっちの部屋入れさせない。いやいや、お前、金庫目の高橋みたいになってるやんけ。いや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 、お前まさか。いやいや、もうそのちょっと。あ、やばい。一年間内定が入ると思う。一年間内定入った上の。なんか家に来たいっていう従業員もその猫見に来るだけなんで、猫の部屋だけ綺麗にしてるんだ。どの辺なん？僕家はね、そう、こないだ、そう、ね、怒っている。怒っている。怒っている。俺の、急に上げるやん、ボルテージ。家を借りた人。借りた人？そう。その、俗に言うね、YOASOBI ウェブっていう掲示板に僕の家を借りた人に怒っている、私は。そう、しかも借りたのがいい。ちょ、話トークを進めんといて。どういうこと？いや、僕の、なんか、全然流れ無視で僕の家が、みやび、あれだよね、彼女いるよね、みやび、女と住んでるよね、うん、ルミエル長堀。また言うてるやん、ここで。いや、やめろ、やめろ。いいんすけど、なんやろな、思うのが、ルミエル長堀はいいんすけど、ルミエル長堀橋なんですよ、うん。そこを言いたい。長堀ではない。長堀橋や、俺は。いや、間違ってる情報を発信しときゃいいやん。あ、そうそうそう。いや、発信しときゃいいやん。いや、もうそこ。なんでそこ正しい正式名称を言うてまうねん。いや、って別にやましいことない。いやいやいや、そういうことじゃないやん。いやいや。エリエルじゃねえよ。ルミエール。アリエル。ルミエール。ルミエール。長堀橋。そう、最近ツイッターにもね、その、家の下に、あれや、何だっけ。コインランドリーがあるんですけど、そのコインランドリーに行ってますよっていうツイッターも上げたりとか、もう家バレてもええわぐらいの感じで、出待ちの際は先に言ってほしいですね、でも。あ、汚い格好では出ないから。あ、そうそう、ヒゲは剃ってから出るんで、みんな知ってるからやろって、もう結構知らんぞみんな。案外知らんぞ、思いのほか。みんな知らんで、普通。思いのほか知らんぞ。いや、それ、でも部屋番号とかは載ってないんだよ。あ、載ってないんです、載ってないんですよ。このマンションには住んでんでっていう。あ、そうそう。だから家の前にずっと追ってくれたら僕現れるんで。いや、書き込みにはその部屋番は書かれてないってこと。書かれてないんです、書かれてないんです。なんでそんなん分かったんやろ。怖ないっすか。怖いな。うん。なんなんですか。まあ、思い当たる人は何個かあるんですけど、まあ、ここでちょっと言えないんですけど、まあ、その家、僕が出た時に目の前に追ったり。あー、なるほど。案外あったりとか。まあ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 。もっと荒れてくれって感じなんですけど。入れとるやろ、もっとグイグイ来いよ、もう。そう。まあ、入れてるかどうかはまた別として、いや、要はさ、この辺にはさ、やっぱりいろんなホストも住んでるわけやん。うん、そういう奴らが、奴らっていうか、そういう人たちが入れてたりとか、うん、まあ、この辺で働いてる女の子たちでも同じマンションに住んでたりする場合もあるからな。うん、だから、あ、あれ、ツイッターのみやびやとか。同じマンションなんやとか。ね、だからその、あるよ。まあ驚いたのは、だからその、たまたま会った女性が、エントランスでね、マンションのピッピッピッってするエントランスで会ったんですよ、女性と。
その人が、まあ、ある従業員のお客さんで、まあ、顔見知り合って、で、あ、何してんのぐらいの感じで、さっくり出勤前だったんで、絡みになって、でも友達ん家行くね、みたいな感じで、まあ、そこでもうさよならしたんですけど、僕出勤やったんで、で、それで、まあ、友達ん家行ったわと思って、僕出勤して、まあ、仕事してたら、その女の子来て、そのもう一人友達を連れてきたんですよね。初回の新規の女の子。その子が僕と同じマンションやって、あ、この子の家に行ってて、何あ、繋がっちゃったわけ。あ、そういうことですね。まあ、指名もらえなかったんですけど。指名もらえてたらね、別に、ね。もうちょっとね、なんかいろいろ。普通にフラット遊びに行けるもんね。それはそれで問題ちゃいます？いや、いや、でも、その、いや、行けるやん。あ、じゃあ。行こうのもやっぱ行ける、全然。もう。その女の子の家じゃなくても、じゃあ下集合でとかってすぐ言う。あ、まあ、そうだよね。だからもう何でも。もうすぐにパパパって行けちゃう感じですもんね。もうあの営業もクソもないわな。うん、そうっすよ。なんか時間じゃあどっかで会ってとかじゃなくて、じゃあ下のコインランドリーで今乾かしてるからって遊び置いてよっつって、その感想待ちしてね。そうっすね、遊べますよね。遊べるやん。だからね、もう僕と遊びたい人はみんなルミエール長堀橋に引っ越してくれたんだけど、ぜひ。いや、まさか家を晒されるとはね。ねえ、僕たまにコインランドリーで洗濯してるんで、ぜひ来てくれたら。コインランドリーで洗濯もしてんの？僕ね、家に洗濯機あるんですけど、たまに急ぎでこの服が着たいって時あるんですよ。の時はもうコインランドリー行って。コインランドリーハマるよね、でもね。なんかね、あの待ってる時間がいいんですよね。そう。無駄に。何をするでもなくね。うん、いや、いいわ。もう、たまらない。いや、俺ちょっと、今お前のそのスタンス、不思議でしょうがないんだけど、はい、かなんでそんな家をさらされて、はい、いや、ユキもそうだけど、はい、なんで平然としてられるの？バレてもそんななんか、やばくないから。あ、そうなの？え、なんか、なんかね、まあ、強いて言えばの話なんですけど、僕もし一緒引っ越そうかなと思ってるんで。あ、そういうこと、ね、それはもう、家がバレる前からって考えてたんですけど、うん、そうバースデー終わってから、ね、引っ越そうかなみたいなことがあったんですけど。引っ越しね、いいね、引っ越したいですね、もうそろそろ。引っ越しでもお金かかるよね、だいぶお金かかるよね。そうなんですよね、だから貯金をしないとダメなんで、ぜひみんな。バースデーでね、お願いします。がっつり行って、はい。そうですね、バースデー。そう。もうバースデーも近いね、そうですね。もう4月ですからね、もう僕、イベントで言ったら。あ、4月ですね。4月にします。結論。3月の、3月12日ですね、リアルバースデーというやつは。でも、まあまあまあ、4月にしますんで、全然問題。ないでしょう。次は入れる声、いや、入れてること前提なんだけど、はい。なんでなんだろうね。いや、もうこの決めつけは、話戻すと、女の子がオナニーしてるからっていうのを、あれやね。それはでも、ホストは女の子を家に入れてるからっていうのと同じ。そういうことですね、だから要は。ホストイコール、家に女の子入れてるのもあるし、いや、こっちからしたら、女の子イコールオナニーしてるらしい。いや、違う。さらされるイコール女の子入れてる。はい。ああ。と、女の子が女にしてるは一緒だ。一緒っすね。一緒です。間違いなく一緒っすもんね。はい。何なんすかね、これ。何でしょうね。みんな素直になろうぜ。そう、ホストが全員チャラチャラしてると思われてるのと一緒やな。ちょっとね、腹立つっすよね。ちょっとした偏見はありますけど。やめろ、おいおいおい、いやもうこれ画面いっぱいに出してくれていいっすよ。はい、これやばいぞ。いろんな意味で神回やぞ。いろいろやってるね。やっとね、だいぶ、だいぶ長い間、ね、探してくれてました。嬉しいな、はい、バン出してくれるのいいけどね。どんどん行きましょう。もうあの、伝説の、これが3年前、3年2ヶ月前。3年前ですね。はい。はい、そんな、もう、若かりし頃の宮城です。いろんな人に言わなければよかった。何を？今日出るからコメントしてね。もう頭の時点でちょっとおもろいから。やめてよ。おもろいって何？おもろいって何や？いや、なかなか出てこない。俺、じらされてるもんな。いや、いい。いいね。いいじゃないですか、これ。整形バレるやん、もう。これはさすがに。これ多分ね、今この画像を見たことある人あんまいないっすよ。めっちゃ、いいね。うん。これ。写メ撮っていいレベルっすよ、それは。
いや、いいよ。まあ、ツイッターだけやめてくれたらもう。あ、ツイッターあかんの？僕っていうことがバレなかったらいいですね。今ちょっとアイドルで売ってるんで。アイドル営業中や。あ、そうです。あ、そっかそっか。はい。いや、いいなぁ。若いね。いいね。この、このネックレスなんですけど、うん、友達と買いに行ったやつなんですよ。うん。え、ちょっと話しとくね。やめろ、やめろ次からこれにしますか。だから次から、ゲストの若かりし頃のパネルを背景に、背景にしておく。いいね。こんなに変わりましたよ、みたいな。そう、それちょっとずつ、次のやつにするとか。うん、で、最後の週が一番新しいパネルです。歯並びめっちゃ綺麗ないですか？綺麗。歯並びいいね、でもね。歯はいじってないんでしょ、歯いじってない、何もしないんですよ。家みたいになってる。最悪これ家でもええけどな、整形前やし。こんな明るい家嫌だわ。トーン落としてもらいましょう。下の白黒にして。白黒にしてもらって。いけるでしょ、でもこれいいっしょ。でもよくないですか？いや、逆にもっと悲しなるわ、こんな。黒目ないやん、もう。目、相手の方がいいんやろ、わからん。いや、白目がないね。もう、相手なさすぎて。目開いてないっすね。すげえな、これ。まあ、でもそうやろな。ありやろな。いや、そう言ったら、これを撮らせたのはヒカルさんですからね。あ、そうか、最初ジェントリーに会えたよね。そうそう、だからヒカルさんと一緒に行ったんですよ、僕は。うんうんうん。パネル撮りに行くの。そう、それで、まあお前ピースしろ。笑顔で行くぞ。修正もあんまりしてくれず。ね、多分してくれたんやろうけど、目の輝きは多分違うと思うよ、でも。ちょっと生きてますもんね、今、僕。ちょっと調子乗ってますわね。は、もう、肌ツヤも違うやろな、多分な。いや、もう、だって、18ですよ。ここだって。いや18の時とかの写真、なるんかな、家に。いや、あるでしょ、きっと。3つ探し出したら。いいんじゃ ?18 で何しました ?18 は、コックやってました。はい。なんか聞いた話はなんかあるでしょ、コックのなんか盛り付けしてたんですよ。盛り付けとか仕込みの仕込みしてたよ。仕込みの仕込みがまず分からないんですよ。何をするんですか？仕込みは、魚をさばきますってなったら魚の鱗をまず落とせる。あー、そういうことですか。鱗落として、頭落として肝取りますが仕込みの仕込みで、それを入って渡せばもうそれからもらう切るだけみたいな。そう。それをこう、調理用にやって、みたいな。いや、嫌っすね、それ。3枚おろすのか、こう、開くのか、とか。それやらしてもらえん。まあ、やらしてもらえわ、っていうのもな、最初のうちは。へぇいや、嫌っすね、なんか、そのなんか仕込みの仕込みは、それがまた、あれなんで、修行なんでしょうけど。そう。まあ、あとはなんかこう、食べない。食べないんね、で。その、ハーブをいっぱいこう束ねて、はい、こう、それを結んで、ただ添えるだけのブーケを作るね。はいはいはい。俺がやってたのはフレンチだから、その料理に添えるブーケを作って、ひたすらもう半日それずっと作り続ける。え、それ1日分ですか？1日分。そんな使います？いいとこやってもらえんとこ、はい、名古屋でもその当時3本の指ぐらいに入るところやった。おだからもう予約でずっと埋まっててみたいな。バン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 行っちゃいたいみたいな。そうそうそう。タケノコの巣やったらキノコの山ですよ、僕これは。タケノコの巣じゃないから。だからその、要は君、この時が18なわけやん。だから一般社会には就職とかしてない？してないですね。はい。話すといろいろ話せないことだらけなんですけど。いやいや、そういう過去も多いわな。そうそうそう。もう結構、僕の10代結構暗黒なんで。暗黒時代なんで、僕の暗黒時代もうすごいですね。もうブラックですよ、結構。そんなに？いやー、もういや、だからもうホストしてる間は多分一生誰にも喋らんねやろなっていう感じなんで。やばい人らしいですよ。やばいじゃん、そういうこと大丈夫じゃん。今日なんて俺社長とヒカルに
二人がかりでお前はヤバいやつだって言われてたからね。サイコパスだって言われ続けてたから。なんか聞きましたそれ。なんか聞きましたね、ヒカルさん聞きました。なんかサイコパス診断みたいな、そう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 、でやってて、そのヒカルさんと社長と副社長で一番ヤバいのは副社長がヤバいみたいな。いや、その診断はあの二人が下した診断だからね。いや、結論ヤバいんでしょ。いや、ヤバくないヤバくない。いや、なんかもう想像通りでよかったです僕は。逆に違うかで嫌っすもん。いやいやいや、全然みやびは怖い人みたいですよ。はい、怖い人です。あの、直接聞いてきてください。なんかここでちょっと言えないんで。いや、俺は怖くないで、俺は全然、うん、だから診断して、自分で診断したら44点やって。どういうこと？100点満点中サイコパス診断を、100点満点中俺は44点。あ、じゃあサイコパスとは低いんですか？俺はね。ああ。でも、で、ヒカルが54点。ほう。で、社長が驚きの19点。ただのええやつやないかい。これ全員素直にやってその点数やね、はい。ほんで、社長が、俺を思ってというか、俺のことを、こう、社長なりに俺を診断して、はい、したら俺が67点。一番俺がやばいっていうね。いや、そんな、あの人たちは俺をそうやって見せようとするわけや。いや、もうそうでしょ、でも。え？サイコパスでしょ？いや、でも、どんな見られ方や。いやいや、もう、見てください。めっちゃ黒いっすよ。何が黒いね。肌めっちゃ黒いっすよ。肌をもう俺より黒いやつめちゃくちゃおるわ。めちゃくちゃおるわ。はい、まあそんなこんなでですね、来週また、住所の方に行くかどうかわかりませんけれども、そのうち行っていきたいと思います。それでは、今日の最後の締めは、みやびで、女の子は女にしてると同じようなことを、例えて言ってもらいます。どうぞ。女の子は、また来週。